倉吉市営関金ラグビー場のオープンを記念したラグビー教室に登場したのは、元日本代表で3度のワールドカップも経験した田中史朗選手です。教室には小中学生らおよそ75人が参加し、田中選手と一緒にラグビーを楽しみました。もちろん田中選手みたいになりたいです。およそ1万2000平方メートルの天然芝のラグビー場は、試合はもちろんイベントなどの会場としても使われる予定です。